Bonjour, mademoiselle. おっと、逃げ出そうとしても無駄だ。ここは俺様が作り出した青春世界ゆえに、貴様らごとき下等生物にはどうすることもできん。ここから逃げ出したのは、これから始まる戦いの宴に勝ち抜くことだかす。サリナさん、お気を確かに。何者かに囚われたようです。ここ逃げ…あ、そっか。精神世界だから、ママ母さんはいないんだ。よかった。いろんな世界に行きましたが、この手のものは初めてです。気を引き締めてまいりましょう。よし、負けるものですか。おそらく、スネマジンさんの術中にはまってしまったようですね。クックリさんの世界って、とても不思議なところですね。と、そうだった。これをご覧のクズどもに俺様が何をやっているか説明しておこう。この写真像は力を再び得ることで精神世界から現実世界に復活を遂げる。そのエネルギー源は美女たちの恐怖や絶望である。つまり彼女たちの戦いそのものがエネルギー源。そして邪神復活は俺様ワールドが妄想壁を破って現実世界に現れることを意味する。その瞬間世界のマッバーザーは我がコレクションとなるのだ。早くスナマジンさんを見つけ出して、囚われた方々を助けないと。疲れました。甘いものが食べたいです。ウォンチュー。シクルイの嗅覚で後を追えばもう少し楽なのかもしれませんが、砂に包まれた人は無事なのでしょうか。心配です。ここまでは予定通り。残り2人分の恐怖を集めれば我が目的は達成される。俺様自ら恐怖を与えてやろう。ファイトしてくぞ。エクスプローション。陰湿ネクラのククリさん、大自然に代わってお仕置きさせていただきます。敗北者はエネルギーを吸い取られ、我がコレクション砂人形となるのだ。泣け、叫べ、震え上がれ、オブミューゼック。ククリさんはもう少しマシな趣味を持ってお外で遊びなさい。俺様が負けるとは、俺様の妄想力がまだまだ未熟なようだ。サンドアミュージック、ミュージック、ミュージック、ミュージック。
喋ってたり、聞きたがる。